まずは今ね、アルバム、ヨコさんおっしゃっておりましたが、チャプター
という17曲入りのフルアルバム、ファーストフルアルバムが出ております。で、これサブスクリリースでございまして、Apple Music、それから Spotify、Ava、Live Music、ね、これ全部聞いてますから、サブスクサイトでは全部、はい、全曲聞いていただきます。はい、聞けます。なので17曲やから結構な曲数でございますよね。始めた時からの最新の、はい、ここまで、はい、ね、で去年12月に、リリースした、ね、6人の男性シンガーラッパーの方々とコラボした、ね、これもまたフリーダム、これでもう様々な舞台やラップのキャラクターを持つ、まあ、キャラクターとコラボしてですね、はい、YouTube カバーでリレートしたりとか、もうようちゃんいろいろやっておりますけど、これまたフリーダムは、はい、結構僕も大好きなんでございますけども、ありがとうございます。すごい曲、これまた違ったバージョンがね、はい、楽しめるということで、こちらも聴いていただきたいなと思っております。はい、そんなゆうちゃんですが、ライブ情報でございます。大阪モノレール IL フェスロードトゥエキスポ2025ということで、場所は大阪モノレール万博記念公園駅特設ステージ、ね、こちらでですね、ゆうちゃんが、出ます。これが日はですね、4月22日、土曜日になっております。はい、これ1時からね、出演されるそうですね、1時からスタートですね。これは6分ぐらいかな、そうですね、アーティストさんが出られますので、はい、ぜひぜひそちらも足を運んでいただきたいなと思っております。はい、それからですね、毎週金曜日8時、には、ね、なんとさまざまなアーティストのカバー動画を YouTube で公開しております。はい、ね、なので、これそうか、まもなく100回を迎える、今週が98本目だったので、再来週ですね、あともう2回で100回、いよいよ、これも僕も見せていただきましたが、いろんなカバー、ね、アーティストのカバーをやっておりますので、ぜひぜひ、このユーフォちゃんなりのなんかこうカバーをしますと、ね、なんかモノマネじゃなくて、ユーフォちゃんのカラーが出ている感じに、なっておりますので、ぜひ。チェックしていただきたいなと思っております。そう、それから毎週水曜日に、9時からはサブスクサイトアワーでね、トークと様々な音楽を紹介するユーフォのラウンジ配信というのを行っておりますのでですね、こちらも、アワーさんの方でね、ユーフォのここでいいね登録していただくとこれも聞けるということになりますから、ぜひぜひ皆さんにチェックしていただきたいなと思っております。はい、ということで、一番最後に、はい、各アーティストさん、今まで400組出ていただいておりますが、このリビアライブ、はい、はい、最後に聞いております。リビアライブ出ていただいてどうでしたかというのを聞いておりますが、はい、ひもちゃんどうでしたか。まあ、初めてね、はい、リビアライブ出演させていただいて、はいはい、もうその梅村の中心三角公園の、はい、ステージで歌わせてもらって、はい、すごく嬉しかったです、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ひもちゃんもね、梅村は結構ライブしたりとか、そうしょっちゅう梅村ね、でございます。ほぼほぼ毎日はい、アメムラ行ってますからね、お借りの人でございますから、皆さんぜひぜひ足を止めていただきたいなと思っております。で、これからもちょっとイベントでね、足を止めていただきたいと思います。ぜひぜひ万博公園の方も足を運んでください。よろしくお願いいたします。さあ、それではゆうちゃん、ちょっと最後なんで、これビジョン下がるんですよ。はい、上がったんですか。上がったり下がったりしておりますから、これね、普段下がっておりますので、ね、いろいろ TV がミュージックビデオ流れておりますけれども、これが下がりますので、一緒にちょっとバイバイっていうのだけ、はい、していただいてよろしいでございますか。はい、さあ、今日もありがとうございました。3組のアーティストどうでしたか。イエーイ、ね、はい、ありがとうございます。5月のね、週末日曜日2時半から3時半、まだアーティスト3組、登場しますので、ぜひぜひまた足を運んでいただきたいなと思っております。それではまだまだ雨村楽しんでいってちょうだい。今日もありがとうございました。リビアライズでございました。どうもありがとう。バイバイ、ビジョン下がります。バイバーイ。どうもゆうほちゃんでした。どうもありがとうございました。さよならみんな。アメブラまだまだ楽しんでいてね。どうもありがとうございました。リビアライズでした。どうもありがとう。